森田益子は、日本の政治家、旧姓、村上。高知県と佐群朝倉村松田町で散髪屋の次女として生まれ育つ。父は、散髪屋の傍ら水平社の運動に参加していた。1938年、朝倉高等小学校を2年で中退し、片倉聖子の助校となるが、2年半後に配信順で退職。1942年、 17歳で車引きと結婚。二男を設けるが、長男は1970年1月14日に25歳で死去。次男は覚醒剤事件で2回服役している。戦後、1950年から緊急失業対策事業による日雇いの仕事を始める。緊急失業対策法では主たる家計の担当者でなければ就労できないこととされていたため、 夫が結核であると偽り、結核の診断書を偽造し、さらに偽装離婚も行いつつ、草履作りの内職などで家計を支えた。後全日本自由労働組合に参加。1959年から、ブラック解放運動に参加、ブラック解放同盟高知市協議会の結成に参加。1960年、ブラック解放同盟高知県連婦人部長に就任。 1961年から、ブラック解放同盟反戦中1975年に、高知市議に、社会党から立候補し当選。市議を4期務め、1976年から、ブラック解放同盟高知市連絡協議会議長。1978年から1979年まで、ブラック解放同盟中央執行委員、婦人対策部長。 1989年から2003年3月3日まで高知県議会議員を務めた。一橋小学校事件当時に海道高知市協議長を務める。この事件の被害者から人格権侵害とプライバシー権侵害並びに名誉毀損について提訴され、1992年3月30日、高知地方裁判所から60万円の損害賠償を命じられる。 1994年8月8日、高松高等裁判所における、控訴審でも敗訴。この判決は、1997年3月、最高裁で確定した。2001年1月8日、高知市三橋通りの高知県民体育館で、行われた同市の成人式の席上、来賓の橋本大二郎知事が、祝辞の最中に新成人4人から、帰れ。 帰れと手拍子で矢地を飛ばされ、静かにしろ、出て行けと、大声で怒鳴りつける事件が起きた時には、1月21日に、この4人を連れて、知事公邸を訪れ、陳謝した。2002年1月から2003年6月まで、ブラック解放同盟高知県連委員長を務める。2003年3月、議員活動を引退。ありがとうございます。